知らない方々がほとんどだと思うので、自己紹介から始めさせていただきたいと思います。僕が、MC 担当と元気と愛と情熱と勇気担当のたくまです。よろしくお願いします。なんて言ったの多いなはい失礼しました。はい、僕がはい、僕が、青担当で、笑顔担当でタクトって言います。よろしくお願いします。はい、僕はピンク担当で最近筋トレを頑張っています。筋トレ大好きです。ふみやです。よろしくお願いします。はい、担当カラーは紫、アザーステップでは真面目を担当していますしゅんです。よろしくお願いします。はい、黄色とリラやらせていただいています大輝です。よろしくお願いします。さて、今回はですねクリスマスイベントということで、クリスマスの曲はOTHER STEP用意してないんですけれども気分だけでも、メリークリスマスってねクリスマスの雰囲気で楽しみたいと思いますので、はい、皆さんどうぞ楽しんでいってください。よろしくお願いします。お願いします。ということで続いての曲です。はい、続いての曲なんですけども、僕が作詞作曲と振り付けの担当させていただきました。それでは聴いてください。染めていけ。描いて消せ諦めてた見えてる白だけでガッと変動生活だからない怖がることそれだって決まった枠に止めるそして心が消え去った眩しすぎる背中がついてこれるかと語ってる元にあがいた証があふれ出した包み出した不合理不安ばかりでもいらない景色染めてゆけ。そう長い朝今という日を追いかけ果てなく続く景色染めてゆけ。ありがとうございました。先ほども言った通りこの曲僕が作ったんですけど、この曲はいろんな人がいる中でやっぱりいろんな人生観や価値観があったりそれぞれ違うものがあったりするので、自分という存在というのは一つだけで自分の色というものは自分一つしかないので、その一つを自分というものを、自分らしく生きていけ自分の色に染めていけという意味で作りました。日本語下手くそですいませんそんな感じの曲でした。ありがとうございました。着替えが終わったようなので大輝頑張ったな。大輝頑張ったね。ありがとう。何も聞かなかったけど大輝よかったよ。そうですね、次の曲もクリスマスソングではないんですけども、雰囲気だけクリスマスにしてみました。いかがでしょうか。ちゃんとね帽子もねメンバーからそうですね一応ということで、続いてのラスト2曲ですね。あ、その前にはい、いいですか。はい、はい、ちょっとここで僕がちょっとおしゃべりさせていただくんですけど、ちょっと告知の方を失礼させていただきます。しあさって12月22日に開催されます北の男子ライブ、というものにですね、僕たちアザーステップ初出演が決まりました。ありがとうございます。はい、時間が6時55分からの、出番となっておりますので、もしお暇な方いれば、お越しください。で、もう一つだけあるんですけど、今月12月25日、クリスマスに、僕たち毎月やってる定期ライブの方を開催いたします。はい、それで、定期ライブ、プラスありまして、大通りのイルミネーション撮影会も同時に行うことがなっておりますので、お暇な方、時間が空いてる方がいれば、16時半から17時半まで、撮影会をやって、その後6時10分から、30分間ほど僕らのライブやりますので、詳しいことは僕らの公式ツイッターの方に、すべて書いてありますので、よければツイッターのフォローの方よろしくお願いします。以上、告知でした。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい告知でしたね。ということで、残すところあと2曲となってしまいましたので、さっさと移らせていただきたいんですけれども、ラスト2曲。1曲目はお願いします。はい、次の曲も僕たちのオリジナルの曲になってます。曲名は「僕らはいつもここにいる」。風が冷たく足がすくんでる、毎日に飽き飽きしてきた。ノイズだらけの誘惑に負けて投げ出した目のかけら、いつも誰かが隣にいても邪魔けれど、かすかに聞こえるエールの声が、諦めるな逃げるな向かえと叫んでる。大きな手を広げてる、寄ってる君の希望になるから、これからもOne, two. OTHER STEPでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはエンジェルナンバーの皆さんです。どうぞ。